皆様ごきげんよう。今日は授業料の無償化についてお話ししていこうと思います。改めまして副校長の山口です。よろしくお願いします。皆さんご存知でしょうか。今全国の私立高等学校は国の制度によって授業料が実質無償化されています。これは高等学校就学支援金と呼ばれる制度で、県境に関係なく国が直接保護者の方に向かって出していく補助金で、これによって授業料を相当する分が国から支給してもらえるという制度なんです。全国の私立高校の授業料の大体年間の平均にあたる約40万円ほどが今支給されていて、これによってそれぞれの都道府県による無償化ではなく、全国の私立高校が無償化されます。この制度ができたことによって何が良いかというと、お金の問題で行きたい学校を選べなくなるということが随分減ったんです。本当にこの制度ができて私立高校を選ぶ生徒さん増えましたし、また県境を越えて私たち東京の私立学校に入ってくれる生徒さんも増えました。意外とご存知ない方がいらっしゃって、地元の高校に行くと私立無償化だけど、東京に行ったら高いとか、東京に行ったら無償化されないというふうに思ってらっしゃる方いらっしゃるんですが、これは何度も言いますけど、全国の国が行っている制度なので、これ県境を越えたからといってこれ対象にならないということはありません。なのでそこは安心して学校を選んでいただきたいんです。